解消5軍、プレイしていきます。一人かくれんぼの遊び方。用意するもの、ぬいぐるみ、お米、縫い針、赤い糸、塩水に、刃物などの鋭利なもの。事前準備その1、ぬいぐるみの綿をすべて抜き、代わりにお米を中に詰める。その2、自分の爪、もしくは血をぬいぐるみの中に入れ、爪穴を赤い糸で縫う。その3、風呂桶に水を張り、隠れる場所に塩水を確保しておく。ていうかこれ本当？どう見てもただの遊びなんだけど。まあいいか。あとは実行手順の確認ね。ゆかから連絡があったのは、激しい雨の降る深夜のことだった。こんな時間に電話してくるなんてありえない。きっと何かあったんだ。ゆかからの留守電には何も入っていなかった。でも私にはわかる。何か不吉なことが起きているのだ。こんばんは。夜分遅くに申し訳ありません。ゆかさんはご在宅でしょうか？明かりがついていたのでお邪魔いたしました。外も雨が激しいので。やっぱり失礼だよね。こんな夜中に。ああ！え？はい。というわけで始まりました。リメイクの解消5軍ですね。一人かくれんぼだけ収録されているとかなんだとか。ってなわけでいきなり、あーって聞こえましたけど、確かこれはね、玄関の外でおばさんが確か倒れてるっていうか落ちたのかな？ベランダから。で、見えない力で閉ざされていると。まあ、これに関しては特に、みことちゃんも突っ込まんとね。で、なんだか可愛らしいね、絵もついちゃってさ。まず最初はね、とてもいいセブなんだけど、なんだかふにゃにゃにゃってなったね。アイテムは所持しておらず、姫の御子と、エグジットしないね。で、ハートが3つってことは、多分これはライフポイントかなんかなんだろうね。リメイクしたんでシステムがだいぶがっつり変わってそうな、そんな感じが。おっと待て、まずはこれだろう。うわ、大きい。ノルマ達成。やっぱりリメイクでも言ってくれるんだね。需要はあるからね。綺麗なトイレだ。トイレットペーパーがある。カレンダーのようだ。まあ、パカパカはできんと。やっぱり広いね、トイレ。全然落ち着けなさそう。で、深夜。そういえばさ、みことちゃんってさ、深夜だけどさ、制服着て外出するんだよね。優等生か。まあ、普通だったら補導されちゃうんだけどさ。襖がある。誰も入ってないわね。誰も、襖には人がいること前提かな？襖っていうかこれ押し入れだよね。ここに部屋はな、どうなんだろう、間取りとか変わってっかな。時を刻んでいる。わ、豪華。新聞紙が置かれている。気になるものはないわね。仏壇のようだ。はいはい、仏壇の鍵を取ったら、鍵が閉まってるとかないな。で、ここが決戦のバトルフィールドと。あ、それとすいません。なんか私解消5軍を見たことあること前提で話してますけど、初見の方っているのかな？いたらですね、まずプレイしていただくか、まあ他の方のプレイを見ていただくかした方がいいかもしれません。私、がっ
っつりネタバレしてきます。電話線切れている。あ、で、マップも一つながりじゃなくなってるな。結構細かく分かれてっか。んで、ここはね、クマちゃん専用の、場所だね。液晶テレビがある。テレビが、うぼーというわけで第2の被害者。これは、おじさんだよね。2階で、これおじさんなんだよね。まだ兄さんの方は、まだだよな。よく切れそうな包丁。塩や砂糖などの調味料が入っている。で塩水で、私の勝ちだと。高級素材がぎっちり詰まっている。うんうんうん、ぎっしりか。やっぱまあ家も大きいし。まあ、そうだよな。いい家だもんな、カジロケ。ここは特になし。まあ2階に行きゃいいんでしょうけれども。まあとりあえず探索をね。間取りは変わって、そんなには変わってないか。ゆかの家って本当にお金持ちね。小物が置かれている。何もないみたいね。ここはおばさんの部屋かな？おばさんの部屋、広いし。洋室かな？床にね、この立派な赤い絨毯敷いちゃってさ。なんかお金持ちっていうか、半端じゃないお金持ちだよね、ここ。救急、ん？今は使う必要、あ、ちょっと待って、救急箱、ちょっと待って、選択肢の出るタイミングで押してしまうボタンを。手当てをする。なるほど、なるほど。何回かまでは HP、HP の減り方ってどうなんだろう？やっぱりクマちゃんに包丁でザクーとかなのかな。こっちはなし。じゃあ2階には行けない。こっち地下か。あ、こっちだね。わ、大きい。ん？何かがいそうな、そんな足音。下の方はどうだかな？まあ、まず上からかな。鍵がかかっている。言うか。そんな、言うか。というわけで、助けに来た女の子が、もう被害に遭っていたと。ネタバレするよ、ネタバレするよ。まだ生きてるからね。あ、でもどうなんだろう、リメイクでもしかしたら本当、いや、どうだろう、それだとストーリー根幹から変わってくるからな。よかった、沖縄に行った時の写真。修学旅行かな。修学旅行？修学旅行はまだ早いか。いや、そうでもねえのか。17とか18だったよな、見事じゃんな。筆記用具が入っている。整理整頓されている。ゴミ箱のようだ。こっち調べてよね。炭素の下に光るものが見える。これはなんだっけ、孫の手かなんかで撮るんだったっけか。まあリメイクだからもしかしたらね、なぎなたとかチェーンソーがあるかもしれない。期待しておきましょう。少年漫画がたくさん入っている。少年漫画ね。やっぱドラゴンなんちゃらとかスラムなんちゃらかな、やっぱり。あまり整頓されていない。ここは春ちゃんの部屋だね。ぬいぐるみがある。この、あれ、ぬいぐるみもね、だいぶ変わったよね。グラフィック変わってからさ、私一番気になるのがやっぱクマちゃんと、あと首なしで徘徊するおじさんの体。可愛い着物を春ちゃんが大切にしていたものだわ。ほうほうほう、ここら辺で、あれは第4章か。まあ、伏線ではないんだけれども、和風っていうのが出てくるね。掛け軸がある。掛け軸。いかにも、だね。ここら辺だいぶ変わるかな。ここの部屋ってあったっけ？これ兄ちゃんの部屋だったっけ？ここは覚えないな。で、こっちは、あれ？これって、ああ、そっかそっかそっか、ベランダっていうかなんだろう、ここは。なんて言うべきなんだろうね。で、下を覗くと、おばさん。なんで、おばさんまで。このイベントは特に変わらずっていうね。おばさんに関してで、なるほど。ここら辺は結構変わってる気がするぞ、間取り。変わってなかったっけ？多分変わってる。で、
あれ、ちょっと待て。おじさんの死体ってここにあったよな、リメイク前って。で、こっちの襖は、まあ、不思議な力が働いて開かないと。このネタバレはしないでおこうか。で、ここを開けると、クマちゃんが、ひどい。おじさん。どうなってるの？死んでいる。あ、こういう展開になるのか。確かにこの死体の出方は結構いい。割といい死体の出方。恐怖を煽られるよね。だ、あれ？襲ってこねえか、まだ。ちょっと待った。もうだいぶね、新鮮、今、感覚。さて、どこで襲われるんだか。てか、多分一回なら耐えるんだよね、今のミコトちゃんね。ね、数年間の沈黙を破って、さらにパワーアップして帰ってきた。で、最初？え、明かりが。いや、この程度ハンディキャップにすらなんないよ、ミコトちゃんじゃ。さて、暗くなってて、まあ、外に出るのは無理よね。じゃあどこに行ったものか。ここで出んのか。まず米の補充ね。なるほどなるほど。確かにね、お米で動いてる以上途中で補充しなきゃ。じゃあまあ行きましょうか、愛にね。愛に、あ、いや、会えなかった。どこ行った？この部屋には来たよな。奥で、自分でガムテープで金箔プレイしてるとかっていうこともなく。おや？今のイベントは必須だったのか？あ、誰もいない、この、襖中には誰もいない。おぉ、物じゃないんだよな。誰かなんだよな。仏壇の中にもいねえし。今？早くこっから出なきゃ。警察に連絡しないと。おや、外に出ることができましたね。これは解消後の缶ですね。ガスボンベがある。ガスボンベか。なんかクマの倒し方新しい可能性を見出してまったけど。まあ、とりあえずはね、やめときましょう。まだライターとか手に入ったらいけるかもしれないけど。何かある。一回西部屋の鍵を見つけた。ここからは出られない。あ、まあそうね。通路は塞がれている。まあ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 、ここで出てしまったらほぼバッドエンドだろうし。てか助かる子たちも助かんなくなっちゃうからな。お、マスダマスダ、テレビの、当たんなかった。自動で止まったよ。最新式だね。自動ブレーキ搭載。やっちゃえ、空き瓶。空き瓶も早速活躍できると思ったんだけど、クマには会えねえからな。あら、止まっちまった。電話線切れている。ウィンもちもちと。何かあるかな？てか、そろそろセーブしておこうか。セーブはね、あんまりやってなかったから。西部屋ここだよね。ここは、ああ、PC のある部屋。これでか。なんか、ところどころ電気ついてるんだよね。切れてんのは廊下だけ。しかもなんか、ぼちぼち、見えるしね。紙くずばかりね。高そうなコピー機だ。もう、リメイクにあたって随分とその部屋がさ、ハイテクになったというか、新しいというか。てか、立派なコピー機だよね。ほんとに。これなんか、個人の家で使うんだったら、シャッチョさんが何かだよね。やっぱり家事置きは半端じゃねえわ。もう、びっくりした。休止モードだったのね。何これ？一人、かくれんぼ。説明しよう。一人かくれんぼとは、別名、一人鬼ごっことも呼ばれます。本来は高齢術や呪術などの儀式のようなものに使われるようです。幽霊など成仏できずにいる霊は実体を欲しがっているので、呼び寄せて人形に憑依させます。
そうすることで霊とコンタクトを取ったり、呪術師としての質を高めることが目的です。ただし霊感がある人、霊媒体質の人は一人かくれんぼをすることはお勧めできません。もしも一人かくれんぼをするのであれば自己責任でお願いします。何が起きても私は責任を負えません。これって、じゃああの時私が見たあれは。だったらゆかやおじさんがああなったのは、今の登場の仕方、私は好きだなぁ。やっぱりね、クマちゃんはね、大したことないんだよね。ちょろい。あ、え、ちょっと待ってよ。キリン使わせてよ、クマちゃん。あ、何、マップを移動した？いくつか移動したのか、それとも、あれかな。待ってるし、これは近づくと、なるほど、なるほど、なるほど。時間なのかな？それでもアップ移動の回数とかなのかな？あ、戻れなくなってるわ。なるほど、なるほど。いて。なるほど、なるほど。あれはできなくなってるね。マップ移動で。すぐ戻ってっていうのは。これで、撃退もできねえわ。で、HP が。なるほどね。割と強くなって、すごい気になるんだけど、これセーブできないよね。この状態じゃね。え、行ってみる？やっちゃえ、みことちゃん。